ごちそうさまです。ごちそうさまです。あ本日はスーさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハブシャカンパー。乾杯

<laughs> いやだってさ、<laughs> 輝いてたでしょずっとっ <laughs>。輝いてたかな。<laughs> うん、輝いてたかな。輝いてたよ。あまあ女子女子的にはちょっとハテナマークやったねずっと。<laughs> あそうですか。<laughs> うん何かアクションを起こすたびにハテハテナ。<ー>えそれはももとの。 そうそうそうエリカ言っときながらの「ももちゃん」みたいなそうやけど何かあったんやろ全部全部放送されてないじゃないですかそんな人間おらんやんあんだけエリカ言っててさ急に「もものことが大好きだ」って言ってるこっちからしたらええみたいなでも何かあったんやって聞っと心境の変化はそうかそうかインタビュー取ってるけどもういいわ放送しないってことになったんでしょそうやんなそやなにしてもさ衝撃の展開だったね最後。 すかった、びっくりした、あの、その世界も振られちゃったけどさ。てか、世界振られて、ちょっとよかったと思った、ももちゃんちゃんと見てた人。なんでやねん、それ、あんた世界が気に入ってない。嫌なんですか。いやいやいや、応援はしてるよ。応援はしてるよ。今後活躍もしっかりしてほしい。と思ってる。一番付き合いたいでしょ一番付き合いたくないわ。ごめんごめん、何様やねん、発言。発言も聞こえますけど。うん、いや、でもさ、ももちゃん、ちゃんと。 ちゃんと、世界をちゃんと選ばなかったねんと選ばないって。まさやを選んだんですよ世界を選ばなかったんではなくて。まあそうやねんけどさ私「ピーちゃん」ってもう一回聞けてよかったももちゃんから。ああもものピーちゃんね最後バス乗った時さ今のピーちゃんやったらもう一回信じれると思ったってじっちゃ可かわいかったなあの時のももちゃんの顔いっちゃんかわいかったくないいや、っちゃんかわいかったくないよ。 あのその結ばれた時のももとマサヤが結ばれた時の桃の顔がいっちゃんか愛かったまあホッとしたというかどうしても元さやの方を応援しちゃってたんですよ見てて全カップルまあ番組がんかそもそもそうやもんな元さやに戻りますか戻りませんかみたいな感じやんなでまあ次に行くっていうのよりんか元になった方がこう 感情でできたんすけど基本的にはね元に戻ったらいいなと思って見てたんでまあ桃とサ也合ってるしねんか確かにそれはそうぴったりやんななんかいいと思ういいなと思ったけど世界は世界でいいんですけどただ世界はちょっとまだ結婚っていうねいやせやでまだまだ遊びたいやろ結婚っていう感じあったかもしれないから。 <laughs> せやな最初にあの、ももちゃんから結婚っていうワードを聞いた時、体がちょっとあの、引いてたもんな。<laughs> 体が引いてたか分からんけど。<laughs> まあ、その本人がね。 望むところではななかかったのまあまあそこまでは考えられへんっていうのも正直な気持ちやしさ、うんうん、まあそらごもっともやねんけどさ考えれる人どうかしてると思うっていう違う話に持ってってたからね <laughs> いやそうやんな <laughs> 結構考えれたりするくないだって出会って2か月で結婚とかもあるしさまああるよ、うん、あ,るかあるからさ、うん、まああるけど、うん、あ、まあ,あ世界逃げた覚悟が足りないと思って <laughs> いやまあでもしょうがないそんなのは別にだって結婚目的として来てなくてもいいじゃないですかままあまあもちろん 新しい恋、まあだから恋愛。をしたかったんでしょ結婚したわけじゃない。まあまあまあそうやねんけどさ。それで世界で言ったらさ、ほんさ、ももちゃん、ももちゃん、ももちゃんが一番好きって言ってたけどさ。あのエとだけデートする日やったやん。最終日の前日やったっけ。でその時にさ、あの何、ゆずきちゃんと一対一で喋ってる時、覚えてるかな。あの。なんか海。そう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 、海行って。海。 で、最後の編集の時やったかな世界柚木ちゃんが結構くらって泣いてしまって落ち込んでる時に世界と一対一でお部屋でな世界がさ柚木ちゃんに寄り添ってさそれでもあれでしょ横浜の時ろ。横浜の時かそっか。か。横浜ていうかさ「もちゃんもちゃん」って言ってんのにさ世界の柚木のあの距離感ゼロ距離。 あ肩回すというか、腰、肩じゃない肩やったらまだいい腰回回して、ね、えだからそこはでも柚木に対してのなんかそのフォローというかいや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 も,もちゃんももちゃんっつってももちゃんに行きますって言うてんのに、うん、この柚木ちゃんのこの距離の取り方は女子からしたら許せませんうるさいな <laughs> これだけは強く使用しておきたい <laughs> びっくりした私えこんな距離の取り方するんと思ってもっと恋人とはいえさするでしょだからだからだから世界からすると一個気がかりだったのは、うん、多分柚月が楽しめてないっていうところが自分から誘っちゃってごめんっていうのは辛かったと思うんですよ、うん、だからそこがはっしちゃけきれない世界がっていうところやったから最後だから柚月にありがとうって言ってもらって大分だいぶ救われたと思うんですけど確かに柚月いいやつや,な,や,っやったな。 成長したな立ち直っていいやつやなずきはえこうやった世界もでもさお酒飲んでちょっとあれかなお酒飲んでちょっと我に返っていや世界の気持ちになってみてよ世界は世界で例えば恋愛がしたいもうちょっと遊びたいまあいろいろ思ってたとして参加したとない別に悪いことじゃないじゃん結婚前提に付き合わないのは悪いことではないじゃないですかってなった時にじゃあ若い人の方がいいわけですよそうなると。 30前後になってくるとやっぱり結婚っていうのは女性意識するってことも分かるじゃないですか。ってことはそうじゃない方がいいかなと思ったところでもうねなんか年齢を知った時にさ大体30近いわけじゃないですか世界って20何ぼやったの ?20 後半なんですけどちょっと若めなんですよだから自分より年下が多分柚きしかいなかったああとお姉さんっていう段階状況やからあでもあれか水木も若かったか。 世界と一緒ぐらいかうん。なんかそんなんやったねだからまあそこは桃とかでもその後で年齢明かされるからさそこはあったんじゃない世界からするとうん。いやでもさ参加するって決めてる以上さなんで世界の話こんなせながらなんで世界にそんな厳しいそうやんな振られたのにノートランジットやったからな振られたのやからもういいがね世界ノートランジットでしたうん いやでもあかんってあんな元恋人にあの寄り添い方わかんないちゃんってつないとったであれ別にでもあれは放送されちゃうけどまあわかんないじゃないですかそれはだから別に桃が見てるところでやってるわけじゃないしさいやいやそれあかんって見てなかったらやっていいいいよあかんやろいやでも友達って3年以上前じゃん付き合ってたのほんまに ほんまに苦しんでるからやったそうしたってことなんじゃないの？なほんまやったら肩に手回しや腰に手回したあかんわ。あんまりちゃんと見てなかった腰に回してたのね。ちゃんと私なあのあの写真撮ったから見なんで写真撮ってる？見るねこう見るねあとでミカ喋るときにな写真撮っとこう思ってこれほら結構行ってない。正解。そういうことね。まあまあいや別にそんぐらいまあそうかそうか。 まあ、そうかそうか、か、うん。そそちょっとそんな考えずにやってんじゃないのそんな <laughs> だから考えてないのがちょっとなしっかりせいやっていう感じまあ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 もうちょっとな年齢重ねて経験したらあれか <laughs> 厳しくない <laughs> 女の人って恋愛で男の所作に厳しいない <laughs> いや見見似てるからさ見さし持てるからさ見さしもてる以上は言わしてもらわんと。<laughs> <laughs> ま、あそうなんですけど。じゃあと気に入らんかった男誰よ。え？いるかも。見ないでしょ。いやいやいや、ちょっとマサトの話しようや。マサトはめちゃくちゃ良かったじゃないですか。うせやん。え、ちょっと待ってな。あの、前日にさ、あのユキコ姫を呼び出してさ。あちょいちょい前、圧迫面接の日ですか。圧迫面接の方、圧迫面接って。あれ信じられへんねんけど。いやだから、あれも。うん。 シーンなわけでもちろんな編集が間でユキコが言い返したりとかほぼ切ってるわけじゃないですか。で多分あっこインタビューとかで本当はサ人の胸の落ちとかも挟めるわけですよ本当は実はユキコのこと気になっててとか。そんなのせずにずっとああやってこうユキコのことないと。 見せといて最後にサプライズを指す編集やったからいやマジであの編集あれやなすごいなびっくり見事誘導されました我々視聴者全員すごいなでも結果ああいうことが分かったからああじゃあ全部が編集でそういうふうに見せてただけなんやっていうふうに思ったんですよはい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 思った思ったうんそやけどいや思った上であの言い方だちょっときつないきついよちょっともらっぽかったで モラハラっていうの、うんうん、ちょっとモラミあるなってま。まあでもそう映ったんでしょう。うん、いや映っだって画面越しで映ってるってことはさ、うん、対面やったら結構じゃない。<laughs> いやそうなんやけど。分からんけどさ。いや分かるよ。じゃあまあ先聞くわ。うん。それいうがだから怖いっていうことやんね。うん、うん、だからその相手相手に寄り添ってないとか、ちょっとやっぱり女性はさ、共感。うん っていうところにさ、うん、重きを置くから、理解するとかっていうよりかはそう共感してもらったりっていうのでやっぱり心が動きがちな生物ではあるからさなんかあんな上からさ、うん、上からさ「それいつまでできるの?」とか <laughs> っていうかまず冒頭でさ「将来とか考えてる?はい考て」考えてないわけないやん考えてないわけない将来とか考えてる <laughs> とかって聞いてたけどさかごめんな <laughs> おいかも何かそううけど考えてないわけないやん。わかりますよ。 うんうんあだからあのシーンだけ見たらそれ見てた時はねはなんなんこいつと思ったよ僕も思ったしもうゆきこもう早くもうしゃべるな帰れと思ったもう鍋も入れ入れてあげんでもう帰れ帰れと思ったけどおっしゃおっしゃったなあれなしいいわゆきこシアだからさ僕はもっともっとだから。 やめとけやめとけ帰れ帰れって思ったけど、でも結局きこがその後マサトを呼び出して、あの部屋を訪れて気持ち伝えてるわけじゃないですか。ああねマサトがなんか聞いてくれたことにキュンとしたわとか言って上からめっちゃ上から来てくれたことにキュンとしたわ来てくれたのにキュンとした。違う違ね違う。からそれはもうもうそれはもう感情的にマサト嫌いになった後だから冷静に。 判断ででできててないすか確に今感情喋っるそうでしょう正人も嫌いになっちゃってて分かるよ気持ちはあっこのシーンであっこのシーンで正人のこと好きになるやついないから全員多分あっこで嫌いになったと思うそれはそうお金に執着まだしてんだねって言うともっと言葉あるやろそうやないやお金に執着まだしてんだねどれとってもやばいって違うんすよあかかか切切りりりり取取これはそうで うん、多分だけど、うん、まあこれもだから予想 憶測ですよ実際ユキコが正人にあれ,、うん、あれをあの後に好きになってるんやから多分全然編集で本来のものとは違うと僕は思っていてそうやな,うやなだってあれやんだって序盤にさえりかちゃんとのデートでさ、うん、あのプレゼントの小袋2つ持っていった男やから <laughs> それは二 <laughs> つそれで回収できるか知らんけど、うん、1つでいいのに2つみたいな <laughs> なサプライズもいっぱいしてたしバー開いとったっけまあねなあ、うん そうなん、ね、やな、そういうこともいっぱい、あ、あの由紀子ちゃんにもいっぱいしてたやろうな。で、この二人が別れた理由がお金の価値観じゃないですか。そうやな、だって嫌いになったわけじゃないって。うん、な、ずっと言ってたもんな。そうそうで、お金の価値観で、どっちに問題があるかというと。うん、おそらくその当時の時点では、由紀子の方に、ちょっと問題があったと。まあまあ 予想できるじゃないですか。かなのに、うん、その具体的エピソードが放送上一個もないっていうのは、うんうん、正とが全部飲み込んでるんですよ、うんうんうん。相当頑張ったのなと思う。で,うで一言もこの、うん 「ラブトランジット」のシーズンでインタビューとかでそれ一個も言わへんっていう言ったら全部使いたいから番組的にそれが一個も出てきてないっていうこと時点で多分将人はいいやつやっていう判断判定に至ったんですよ私は。なるほどね確かにそうやわ本来お金の価値観の話で一個盛り上がりどころを作れるからユキ子がいかに当時あかんかったかみたいなのを。 入れやすいいとだからそれをサとが言わなかったっていうのがんかそれが全てな気はしててななるほどだから結局いいやつなんじゃないかっていう予想をしてますよ。なるほどないやそんなんさいいやつやでみんな世の中大体ごめんけど大体いいやつやで悪いやつはほんまに一部だけまあ分かるよ。ラブトランジットに出るぐらいやからさある程度そういうこは確保されてるわけや。そうやね そうやね。パラハラなんかせえへんね。あの表面上はもらってるからさ、ちょっと。私たちに見えてるところはさ、でもな。バラ渡しとったやん。うん。なんかもう、ぜうん、なんか、ええやつやなと思った。そうか。バラで全てを許した。あの。最後のね。うん。そうですね。いや、わかんない。でも、まあ。でも、多分、その、わかるよ。その。見てたら、その瞬間の切り取り見てたら。いや、めっちゃ嫌なイメージ湧くし。まさや。 か、最低やなと思っててたたよ、見でもでも違うんじゃないかなってちょっと思っただけでいやわかんないよもしかしたら最低かもしれんけど知らんけどまあなまあなまあでも最低な人がなかなか出れないでしょそうやんなと思うわでかあれやなえきこちゃんマサトでよかったんかな私はそれが心配いいでしょ、めちゃくちゃ いいでしょうというか、まあまあそうか。いやまあまあ四年四年ぐらい付き合ってはったんだっけ。そうやね。忘れられへんか。だってゆうき子が言ってるマサトがとの恋愛が一番すごくなんだろうな。うんうんなんかうん自分で最大の恋愛というか言ってたじゃんでそれが。 多分感覚的に理解できないんできすよ僕は<ー>でマサトあんま想像つかへんな」みたいな「それがいい」で「マサトの幸せを願ってる」みたいな「うんうん、マサトのいいとこがあんまりめちゃめちゃ見えてないからでもユキコがあのユキコがそう言ってるうんうん、うん でそれが出てないっていうのはただ放送上出てないだってマサトの面白いとこそっちじゃないからあのアホなことを見せたいんやろうなと思う <laughs> あの忘れません本当にあの顔ありがとう泣いちゃ盛り上がりを作ってくれたよなだからあっちを立てるためにマサトのキャラクターがそうなってたいかなと思ってて本来はちょっともうちょっと違う人なんじゃないかなまあそか番組によってあのキャラをかく、うん、あのまあまあ解約はされてないけど <laughs> まあそう そここをう強調されてるんまあまあなまあな強調されてるとはいえさなんだよ強調されてるとは言うアンチエイジングか何たらかんたらって言ってるけどって何たらかんたらって言ってるけどってさ将来のこと聞かれてさこう思ってるって言ったことに関してさ何たらかんたら言ってるけどってで多分あっこはさ感情が乗ってたと思うんですよサトの。ってことは多分よっぽどのことがあったんやろっていう過去にねお金のトラブルじゃないけど確かにさ だからああなったんじゃないかって思ったんですね。雪子姫やもんな。うん、姫やもんな。そうだからそこ大丈夫かっていうところで結構聞いてたんじゃないですか。うんまあ、聞き方聞き方ちょっと申し訳ないや。そこだけ抜粋してバンバンバンってなってたから。<laughs> うんうん、まあそうやねんけどさ。飯の時間やからさ、まあ一時間ぐらいおそらくあるわけで。その中での、うん、あれを。 数分にして圧迫文言だけ詰め込んだからですせやなその編集してる人がら、うん、おこここうやったらおもろいんちゃうかな」っていうなまあでも面白いよ実際面白かった圧迫面接見えたし、うん、圧迫面接だったよな、うん、<laughs> びっくりしたまあ圧迫してたよ実際、うん、ねだけどまあ事情がだ事情の方言わへんからさんなんでこうやって言ったんやろ多分インタビュー撮ってるじゃん なんでああいうんですていると思よや実はこうでこうで過去にこんなことがあってみたいなことをあっこに挟み込むのが普通やと僕は思ったんですけどそれが入ってなかったから過去に実はこういうことがあったみたいな昔の映像を出しながらな。 それを言わないでくださいなのかユキコのために言わないでくださいなのか何かあったんじゃないかっていうそれが言えないですなのか絶対聞くもんだってスタッフやったらそれ何であんな言い方したんですかって確かにそれが出てきてない時点で逆にさ何であんなふうに言ったんですかって聞いて帰ってきた返事が「えどこのこと言ってるんですか当たり前ですよね」みたいなそれはやばいやつやそんなやばいやつ出ないでしょそれはそう。 いや、と思うんやけどな。わからんな。どうだろう。いや、でもそうやろうな。ううんうん,、うん。私はこんだけけちょんけちょんに言うてるけどさ、<laughs> えーまあ、え人やと思うで。いい。<laughs> <laughs> <laughs> それより理解不能やったら、高脇とエリカが、結局、うん あの、白紫やったじゃないですかいやいやマジで私さそのさ薄い紫のシャツ出てきた瞬間さもう脳内白紫脳内全部脳内の言語が全部白紫なった白紫やったっやな、マジで白紫やったらびっくりしたあんな白紫なことあるっていう MC の人も思っとったけどさあんなんあれ

段階で、うん、あれが不思議ったそうやな。え、お前ないのって思って。そうやな。な、あんななんでゼロであんな一緒に来ていくやんな。ね<え>、うん、あれがちょっと嫌いやった。そらそう。うん、本間にそう。うん、なんか思ってる以上にほんまにありやんな。ゼロパーやってな高木。気づかえんわそれは。な。あ。うん。な<あ>。早いうてえと思って。<laughs> マジで。<laughs> まあでもえりかちゃんも途中一生懸命アピールしてたけど高脇も毒吹く風って感じだったもんなそうだったんすねもうわ分からんかったわそこまで水木に行ってたと思わなかったそれはそうあ水木のとこ行くんやとはなったもんな高脇えりかのことまだ好き好きなんかなと思っまあでもあんだけの水木着て登場されたら水木ちゃんのシャツ脱いだ瞬間のワわってこう女子みたいな まあでも水着がみんなよかったかわいかったわ可愛、うん、か,かったあそこ良かったみんなかわいかってんけどなほんまになん,かなんかほんまに踊らされたな <laughs> マジで踊らされたでも、うん、結果が分かってから、うん、もちろん番組は作るわけじゃないですか,、うん、かそう考えるとやっぱ全てこう、うん、サプライズされて よっぽど見せ場がなかったからんかあんなふうにちょっと過激な編集になったなあったやん見せ場たくさんあった誰があったかな見せ場あったかみんな見せ場あったでしょだから一番見せ場ないのが多分ねマサヤと思まさマサヤだって何も途中他の人とデートしないからそうやんなも一直線そそううだからあんまりこうつ やな使うと別になそやな桃一直線やからそれ以上でもそれ以下でもないからな桃が好きですってそれでしか編集はできないもんね。まあだからいかにこう、うん、マサ也がおのことをあんま桃が気に入ってない感じにするかっていう感じなんじゃないそうなるとな最後を驚かそうとすると。まあそやな、うん、まあでも一応ちょっと匂わせとこかみたいな感じであのなんか久しぶりの嗅いだ香りが香水があるみたいな、うん。<laughs> 臭 <laughs> わせを匂わせでみたいな <laughs>。じゃあ,あれもでもさ、<laughs> うん、世界のさ、うん、どこのさ、うん、世界もそうか。あの、うん、急に変わったじゃないですか。さっきも話したけど、エリカからモモリとかもやっぱりなんかありますよね。人間やから。まあね。まあんね。まあねけどさ。うん、多分。<laughs> <さ> <laughs> 多分それを。 見せられてないから。そうやな、あの、急な切り替えも。してるけど。世界の急な切り替えな。なや、こいつと思って。途中で何座と何座って書いてあったんだよみたいな言ってなかった世界。え言ってたっけ。なんか、みんなで集まった時にさあ。あ言ってた。あれ、だから、もう。だから、世界はもう信用できません。でも、それは。あれじゃない、世界の信用できない。これゃ、信用できなくなるよっていうところ。 まあつめ合わせたんじゃない。なあそうやな。世界あの世界ダメ詰め合わせセットドンハーブシャー乾杯。そこは良かったけど。うんあそこすごい良かった。いや難しいよねこういうその本来の人間性がさ実は見えなかったりするから。それで見えなかったでたら寸義も私さあれやなあのなんていうの特になんていうかあの大きい見せ場もなく。 ああ、寸寸ですかも寸ギあれやで世に放たれたでめっちゃモテるやろなそうでしょうねなあなああんなきビジュアルも整っとてさで何一途でさ料理もちゃっちゃッとしてさ好きゃなかったやん喋ったら面白くないんかなかそんな感じはするけどさまあでも女性のためにしか。 の行動しか見えへんかったから。ああ、マジ多分。まあだからあれじゃあでもスンギ女子にめっちゃ人気ちゃう。そうですね。でもこの患者でも男子に人気ないですよね。圧倒的に。マジか。ないですよ。だって女性の好感をすべて取れるような。だって女の人でさ、異性に対してのパフォーマンス、男に対してのパフォーマンスだけしてる人ってさ。 女性でも,もん人気ないでしょう確。確かにちょっとちょっとあの子なっていう。そうでしょう。うんうん。は男性にとってそれじゃないですか。どう見ても。ああ、なるほどな。男に対しての確かに。そのなん自分を身の手粉にしてというか、<laughs> マサトとかさ、<laughs> うん、その世界みたいなちょっとアホなとこ見せたりとかして一個もないじゃないですか。うんうん、基本的に女性にとって。そうやな。 いいと思われる行動しか取らないから、見せへんから、非常にスマートでしたよ。それは同性からは、そんなに。あ、そっか、なんかかっこいいなとはならんのか。ならへんやろ、これは。ならんでしょう。なる、逆に女の人。いや、女の人に高いんじゃないです。じゃなくて、女の人が男にしか。向けてしか何もやってない人が。あ、そうやな、おもんないな。人気出ないですか。男にめっちゃ。 男男にに向けけてててるるるるからら素敵っっななななないい友達の方が多ね逆大丈夫そそれどよよはそう見見ええだけは分かんないだからこれもその放送上のことやから分かんないけどさ本当はどんないやマジでさ編集。うん

そうやわほんまにでもなんかマジでマジで思ってもみないトランジットでやったねトランジットしなかったもんね結局せやで <laughs> ゼロトランジットか <laughs> トランジットって何乗り換えみたいな意味で言うんだろ <laughs>、うん、あのだから福縁の二人やながトランジットした、ね、よね「ラブのトランジット」うんそう「復縁もトランジットじゃないやろ <laughs> ままあまあどうなんやろ、一回でも経てからのもう一回やからあのさシーズン1でさ、うん、1> 結婚した2人おるやん、うん、であの2人も 2> なんかインタビューでさ元に、ね、復縁したっていうよりかは、うん、もう一回新しく恋愛をして新たになんかなんか復縁じゃなくてもう一回なんか出会って付き合ったっていう感覚やったとは言ってたから。い <laughs> 厳しい <laughs> いや知らんけどいやまあそうなんでしょうけど本人がそう、まあそういうところでだっトランジットじゃない、同じ便に乗ったとしてもトランジットでいいんじゃない。でも実際にそれを飛行機でやってたらびっくりするけどね、同じやつ乗ってたら。確かに。よ直通で行けば。うんいやほんまやな、いや直通ちょっとやっぱ高いから直行便は。やっぱり。確かにね。確かに。うんそう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 。それが理由飛行機の話になってる。 でもあ何やかんやで踊らされて楽しかったわそうかもしれないですねうんそうそうやなあとは今後はちょっと世界の動きに注目やなこれだけさ一応さ一応世に知らしめられたわけやん世界という人物まあ寸もでしょそれでいうとそれでいうとさやな寸議もだからこのあとどういう動きをしてどれだけんていうの SNS でこう活動を広げていくのかはちょっと見守りたいところやな そうやね、これだから実際スンギと世界がどっちが、世に放たてた時、どっちが遊んでるのかが。これ世界が遊んでたら、そんなにイメージは崩れないけど。スンギが遊んでたら、ちょっとイメージ崩れる。いや、な、お前、今引く手あまたやと思う。わどっちもそうやろうな。うん。せやで、なんか、あの、こんなんやったら、申し訳ないけど、ちょっとそれもありきで出たみたいな。え、スンギは、それはない。スンギはないよ。それは言い過ぎた。スンギだって、引きずってんねん、水。せやな、水木、一直線やったもんな、まじで。世界は、だって、次の日には、もう忘れてるよだから、もう。 傷ついまあそやなまあそれは言い過ぎですけどいやまあでもそやなまあでもそこまで引きずらんやろ多分桃のことうんと思うわめちゃくちゃは次は多分立ち直るまで結構かかりそうじゃないですかそうやな確かにみずきにガチやもんななあなあみずきちゃんめっちゃモテてたな終盤意外意外というかそうです序盤では考えられない展開マジでそこもいろいろ。 エリカというずも、あれじゃない世に解き放たれてるめっちゃマシやなせやなゆずきちゃんなんかちょっと好感度上がったやん後半に向けてそうですねでもやっぱあんな見え方次第やもんなななめっちゃいいやつやったななうんそうやわうん可愛かったわうん可愛かったわまあまあエリカちゃんも立ち直って頑張ってほしいまあ可愛いから大丈夫や可愛いは正義やから沖縄でさ一緒にさお蕎麦食べてる時さあのなに あのエリカちゃんがさ、なんか高木に話しかけられて、うんって、うんって言って食べる前にさ、こう高木のことを見るねんけどさ、その時の上目遣いがめちゃくちゃ可愛いこれ。これ絶対狙ってやってます。エリカちゃん、この上目遣い狙ってやってます。可愛い。じゃあエリカとすんにはちょっと似てるかもしれんね。あ、そうかも。異性に対してのあの。うんうんうん。そうやな。うんなんかそんな気がする。そうだうんうん。あのそれが狙ってるかもう。 ナチュラルかわからないけどもどっちかさ異性に好かれやすい動きをするっていうことだそんな気はする高垣はどうなんやね高垣はちょっと高垣はちょっと分かれへんなサッカーボールの印象が強すぎてさあの無造作に転がされたサッカーボールサッカー頑張ってるところ見えへんかったからさ多分絶対めっちゃ頑張ってるやんそんなにも教えてほしかったなそうだね なあ確かにねサッカーしてる様子とか見せなかったもんねなあめっちゃうまいやろうねなあと思うでなあうんサッカーボール部屋で転がすぐらいやからそうやねみんなのその仕事風景とかあんま分かんなかったもんねせやな言うてさ人生で結構仕事って長い時間を占めるからさなあ あとさちょっと話めっちゃ変わるけどさ結局私名前が最後までごちゃってなってさあんか番組的にはカタカナとひらがなでさ「正哉正人」とか「柚木瑞樹」とかやってくれてるとい思うけどねほんまや正人と正哉が「正人がひらがなで正哉カタカナやん」あほんまやなんか世界はカタカナやなっていうのはんかそれは印象にあったけどほんまやな柚木と瑞樹もちゃんとひらがなとカタカナで分けてくれてんねや。 っていうのはあるんだけど、これが人の感覚的には別にハマらないというか。そうしたとって理屈上は割れてるけど。な、えちょ名字で言ってほしい。そうやね。結局それやったらフルネームであの。フルネームそう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 。ウラゴエリカにした方が。ウラちょまウラゴえちょまってウラゴさん。伊太山世界。ウラゴ伊山世界はなんかどっかで見た？板山っていう。ウラゴエリカじゃないの？だってウラゴ。あなんか高木さんなんか言ってた。ってた。うんウラゴさん。炭。 すみたかあきなんじゃないの。あ、そうなん。すみは,は、すみちゃんはつっ,ってたよね。あ、そうか、言ってた、すみちゃんって言ってた。すみ、うん、すみやま。すみだ。すみだ。すみ <laughs> だ、たかゆき。たかあき、うん、か。いや、知らんで。<laughs> <laughs> 知らんよな。うん、あ、でも、そっちの方が、なんか。 なあちょっとなあフルネームでフルネームで言ってほしかったなどうせ出てるねんからさ名前なんてかさきっと世間には出るんだろうしまあ確かにねうんうんそやなんかやっぱ下の名前で呼び合うってさ結構あれや距離近いやんそうやな私たちがちょっとそんな距離感じゃないから演者たちとうかちょっと分かりにくかったよなフルネームの方がフルネームの方がさやっぱ何か日本人やがさ 名前もさ、漢字のイメージでなんか覚え。うん、そわかる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 。漢字のイメージでパってその人のイメージを浮かべるから、そうやって名前が似てても覚えれんねんな。わかる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 。ひらがなとかたかにされると、ちょっとこう入覚えにくいのは覚えにくいかもしれない。うん。それはそう、それはそう、それはぜひ次回。聞いてへんや誰も。つやな。 までもこれあれやな次回もきっとあるやろうな面白かったなんやかんや言うてめちゃくちゃ面白かった面白かったわありがとうほんまエンタメマジありがとうめっちゃ面白かったなもう演者さんみんな可愛いし綺麗し売れてるもんがみんな良かった景色も良かったしなんやかんやで横浜からの沖縄うらやましいい限りです。 行ったんでしょ、でも横浜あ横浜行ったみなとみらいで泊まったから2003日あのなんか途中で見えるあのあそうそうそうあれ公開処刑ってどってさゴンドラあれで桜木町駅からみなとみらいまで一本で行けんねん5億2,000円ぐらいかな一応乗ったででも移動もできるからいいやんねうんよかったなんかきれいや高くないかじゃ そう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 、うん、意外と揺れたらでも。あ、そうなんや。意外と揺れた。怖い人、怖いかも。あ、じゃ、やめとこ。もうえう。な、まあ、でも、横幅に似合う人たちでした。そうっすね。な、うん、うん、おしゃれな。いや、ちょっと、これ、なんか、怒られそう。コメントで、俺、なんか。男の人、かわいすぎ。さ、私もさ、結構、さ、世界のこと、むちゃくちゃ言うたしさ。あの、何。いや、スーさん。まさとのことも、さ、モラ、モラ男とか言ってさ。まあ、でも、そう思ってる人がさ、多いじゃん。 あかな多いかな、うん、私まだ誰とも喋れてないからそう,そうでしょ<感想> <laughs> でもなんかこう YouTube とか X とか見てるとさ、うんうん、女性はやっぱさ男のちょっと、うん、ちょっとだよねなんかその変なさ、うん、動きとかに共感してさ「あ,ややあいつあかんな」って言いたいじゃんか確かに確かに。に俺はそれを、うん 無造作に変わってしまったからさ、ちょっとあんま良くならかった。いや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 でもそんなそんな変なこと言ってなかったと思うでなって、んその映ってないところでっていう話を聞いたとき、そうやと思ういや私もそうやと思うわ。あんだけあんなけ言ったけど。いやだからスーさんのそのあのもっと悪く本体言うはずやったところ、結構悪く言ったね。ギア上げてギア上げて悪く言ったね。 思ったことそのまま喋ってるけどなギアをくたてしまもってますもっと悪く言うかもしれないそうですかじゃあまあちょっとまた何かそあれん。ほんまにまたよろしくお願いしますお願いしではトランジットおめでとうございます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 はい いや古い2二人やし<古い> <laughs> や,やらなかったよ <laughs> はいそれ、はい、では,ではありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ごちそうさまでしたごちそうさまでした